前回までの騙さじ変身よ。ガチかお前ら。これはおい、やべやべやべ、うおーやばいやばい、しろ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 、うわー、なんで今よ。奴隷は奴隷でやりますか、じゃあ。奴隷チーム、ニコン、わさび、ダルハタ、あと奇跡。じゃあちょっと一回砂を戻してくださいね。なんかコメ欄でもう作戦会議始まってるよ、これ。了解。気持ち悪い。ダルハタ狙おう。あ、ダルハタ狙おう。まあこれ作戦なんでね。結局残るのは一人だからね。そう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 。でもまあ、なるほど。チーミング。そうじゃないですか、そんなもうやめてください。そんな動画にできねえだろお前。どう考えても P じゃねえか。ちょっと申し訳ない、今のはやりすぎたから。お前どう責任取ってくるんだお前。じゃあ猫くんがさ、この動画見てさ、弁護士連れてくるよって言われたらどうすんのお前。玉さすり大クラフト今順調なのにさ、お前全部潰れるよ、はい、どう責任取んだよ。全裸で山の手線ですか、やっぱり。いや、じゃあお前メガネをドーナツに変えて登山だよ、それで。チリゲと登山してこい、それで。お前ついてこいお前。お前顔面さらせ、俺マスクつけるけど。よし、じゃあ並んでくれ。準備はいいか。はい。行くぞ。じゃあ奴隷チーム、B ブロック戦い始める。よーい、スタート。ダルハタジャングル側にいるよ、ジャングル側。マジでキモい。お前ら本当に気持ち悪いから。ダルハタ。追加マス。追加ですか。お前。やばいやばいやばい。ちょっとダルハタがニコンを追い込む。いつから見えない。逃げてニコンだ。マジで。すごいお前。逃げて。お前ら運動会してんのか。スピーが脱落。ニコンとダルハタは今の若き俺もの中誰一人宝箱を探していない。あー、ニコシだ。まさかの。おっと、いや、誰だ音楽 BGM は。そう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 。まだ誰も宝箱を見つけてないんじゃないですか、これは。お互いちょっとあの殺意が強すぎて殺し合いになっております。あー、脳筋どもが。脳筋で猿の戦いだこれ。ハイグラ取んないと勝てないよ。ハイグラハイグラハイグラ。さあ、ニコン、ダルハタ、ワサピ追いかけっこまた始まってるって。おっと、ここで奇跡が脱落。ライフ1個削れましたね。追いつたんか。おっと、ニコンが完全脱落。さあ残り、ワサピ、ダルハタ、奇跡、みんなライフは1個です。ワサピ勝ったら500円増えるぞ。やった、ちょっとガチで頑張ろう。情けはねえのかお前らに。さあさあさあ、ここら辺でちょっと宝箱を真剣に取ってほしいですね。さあ、奇跡さんは何をしているんですか、この人は。さっきからほとんど自滅、自滅をしてるってことでね、地味な。おっと、だんだん宝箱に近づいてきてる人がいます。おっと、また始まりましたか。さあ、しかしお互い離れていく。危ない危ない。あの、早く決めてくださいね。あれ、わさび回復してないなんか。おい、ちょっと待てよ、これは真理ですね。マイナス500円。1ヶ月1000円生活始まりますよ。で、おっと、奇跡、ここで脱落。残りわさびとダルハタ。さあ、お互いも宝箱に近づいているぞ。おっと、宝え、ということは、誰の勝利。いや、あなた方本当に僕のこと狙ってたんすか。なんか勝手に死んでませんでした。あれ、狙いを定めたダルハタが勝ってしまいましたね。チンギですか。うん、クックできないやつが勝っても。チンギもクソもねえだろ、それただねじめだろ。カイゾン、ニコン、カイゾン、CR カップ出てくれねえよ。出てないっすもんね。まあ、ボンバーマンぐらい勝たせてやりてえよな。ボンバーマンカップぐらい。お前プロフィールにボンバーマン1位って書いとけよ。勝ったのに敗北者ですよ。さあ、続いてのチーム、いきます。おたかし、リュウジ、ソーチ、狛犬。はい、並んでください。さあ、行きますよ。ゲームスタートということで始まりました。BGM が激しいんだよ。さあ、狛犬と、装置が、接敵しております。おっと、今回はなんかプレイヤー同士の戦いというよりも戦略的な方が多いんじゃないですか。しかし、狛犬殺されてしまいます。誰だ先に宝箱を取るのは。宝箱を確実に狙いに行ってますね、これは。これが本当のボンバーマンですね。さっきの試合とは大違い。おっと、入ってない、入っていない。ダミーの宝箱でした。さあ、どこにあるんでしょうか。おっと、ここで宝箱に近づいている方がいます。おっと、ここで狛犬がエメラルドダッシュということで、 C ブロックお手伝いたちの戦いを勝したのは狛犬です。
あっさり終わったな今回。さあ残りは D ブロックお手伝い、最後のお手伝いの方たちですが、え最後5人5人ですね最後。次、D ブロックフタサンタドラゴンアンダータクヤキングフレア、この5人でやっていきたいと思います。位置についてください。いや面白いなボンバーマン。ありがとうございます。 BGM がなんかセレフ BGM が聞こえてくるんだよね。えこれそういうコマンドですよ。わかんないけどそういうコマンド、はい、コマンドなんだあれ。さあ行きますよ。さあ、D ブロック、お手伝いの戦いゲームスタート。始まったって。運動会の曲。いやアンダーがいきなりやれていく。いやもううるせえなマジ。フレアとフカサンタがなぜかやれて、おっとここでわー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 、ドラゴンとフカサンタ鉢合わせ。殺してやる。フレアが死んでしまいます。殺してやる。さあタコヤキングが確実に宝箱の方へ近づいていりますね。これはさあ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 、助けてフカサン大好き。ドラゴン一体何をしているんだ。さあタコヤキングが宝箱を取ってエメラルドダッシュしたか。やり合っているダッシュしたのに、ダッシュしたのに、ということでたこ焼キングの勝利。さあ、トーナメント第2回戦の、出場者が決まりました。 A ブロック玉さすり隊からはチレゲ、そして B ブロック、奴隷からはダルハタ、そして、お手伝い、C ブロックコバイヌ、そして D ブロックたこ焼キング、それぞれで誰が、一番最強か決めてもらいます。で優勝した方にはなんとメロンブドウへ一つお願いができるということで、メロンブドウくんが願いを叶えてくれるそうです。何でもいいんですよね。何でもいいです。だってね遅刻したんですから願いぐらい叶えてくれるでしょうということで、皆さんもね遅刻するもんじゃないですよ。各4人の先にお願いを。先にお願い。あ、こまえぬ、じゃあ G7 さんと申し立ってください。やばお前ガチのやつじゃねえか。いやがめついな。さあ、じゃあ出場者しっかり、並んでください。いやーちょっと願いか。あーいっぱいあるな。怖え。カバオさん、うん、今さ俺がトゥトゥトゥルトゥルって言ってたじゃん、うん、何がトゥ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 ルってだよって怒られた。おたえに、おたえ、おたえ違う部屋にいんの今。違う部屋にリビングまで俺のトゥトゥルトゥルトゥルが聞こえてたの。ペインっていう曲がちょっと響き当たったって。やべえなおい。はい、ということで最終決戦、決勝戦始まりたいと思います。それではゲームスタート。やるんかいまたな。さあ決勝戦で最強、おい、そしてやばくね、はい、決勝戦でもう。さあダルハタとチレゲがやり合っている。さあその間にタコヤキングとコマイナ着実に進んでいます。今回はダミーの宝箱も紛れ込んでるらしいですね。シークス、シークス5バイクを打ってみたいな。それはやばいです。シークス5ダミー、ダミーか、ダミーの宝箱なのかコマイナ、それはダミーっぽかった。さあ本物の宝箱はどこだ。 CX5 はどこに行ってしまうのか。おっとコマイナが死んでいる。さあみんなライフ1になってしまったが、俺まだ死んでないっすよ。さあおっとむき出しになっているぞ宝箱が。うわ取られた、取りました、取りました。ということで狛犬くんに1億ジンバブエドル、狛犬に10万ということで狛犬の勝利ということで、メロンムドくんこれいますか。今いないですね。ブルースクリーンから治らないそうです。たまさんライン通話かけようよ。あ、ライン通話そうだね。おいおいおい、おいおめえ何してんだよ。油そばが見えてるぞ。ビデオ通話でなんか見えてるぞ。え？マジでブルースクリーンになってんじゃんこいつ。ガチでブルースクリーンになってんだけどこいつ。やばいっすけど、どうして何してんだお前。とりあえず罰ゲームの有無を伝えてあげたら。あ、そういえばコマイヌが勝ってさ、コマイヌくんの頼みは G703 とマウスパッドだって言ってたから。まあまあどんな形でもいいよ。マイクラの中でもいいよ。 G703 をね作るとかね、まあいろんな形があると思うよ。君の思う G703 をちょっと。ガチなやつ選んでる。お母さんとちょっと話させてビデオ通話で。寝てます。あ、寝てんのかおい。静かにしてください。映すんですそこだけじゃ。やば、あとでしくったろ。大抵やな。釣りやばい。俺は親には迷惑かけたくない。助けて、こっちだー。やったわ。え、切れた？いやー、怖いわ、そんな。おお、負けー。え、これ、どうしたいん？なんか治る方法とかないですか、これは。いや、なんで表示されてんの、ブルースクリーンは。これです。じゃあ、PC の電源を切る、押せよ。え、これ切ったんですよ。うん。もう一回つけたら
まだブルースクリーンになってる。いやいや、マジで壊れてんのそれ。え、やばいっす。最近調子悪くて。いや、シンプルに PC が超汚いんやな、多分。俺もそういう時期あったっすけど、掃除したら油がすごかった。そう。おじさんの部屋多分めちゃくちゃ汚いと思う。掃除しなあかんわ、PC の中もさ。あの人の顔にゴキブリの卵埋まってそうだな。え、それは言い過ぎ。犬に正面かけられた？そりゃそうだわ。これ犬の正面みたいな顔してるやついるけど、こいつ誰？え？え、なんかどんな顔してますか？正面小太郎がいたわ。ちょっと最後カメラに向かって一発ギャグお願いします。わかりました。はい。 K1 から須藤元気対マサト。はい。須藤元気選手の煽りプレイを見せていくが、マサト選手が何年前のネタやってんだ。古すぎるっしょ。須藤元気選手。はい。これ全国放送でちゃんと画面録画してるからこれ使うからね。はい、さよなら。やめてください、本当にやめてくださいよ。いや、ネタが古いっすね、なんか。うん。ちなみにね、須藤元気は別にビビってたわけじゃなくてね、うん、MMA の選手なわけで、うん、なのでね、戦い方をね、トリッキーに見せるためにわざとそういうことを。おー、おー、おー、マイケー。